はい。ああ、自分のチャンネル一応収益化してるんだけど、はい。前ほど、実はアベレージとか気にならなくなったんですよ。うん、ああ。一応トータルで、うん。まあ全然収益も伸びてないんだけど、トータルでちょっと考えてるから、うん、この動画、まあ、今、どれも少ないんだけど、うん、まあ、何本か上げれば、うん、何本、なんていうかな、一本分になるかな、みたいな感じで、うん、そこまで気にならなくなったね。昔は、なんか、この登録者数に対して、こんだけ言ってないと恥ずかしいかな、みたいなのがちょっとあったりとかしたんだけど、今、収益化しちゃうと、恥ずかしいとかどうとか言ってられないというか、結局ね、結果が金額で出てくるんで、うん、金額は一応知らないじゃん、その、うん、見てる人は。そこは別にあんまりかこつけてもしょうがないかなっていう感じで、ね。まあ、そう、それは人がそれぞれだもんね。全然、ね、うん、その何が正しいとかないもんで。うん、そうそうそう。まあまあ、ちょっとにしては少な、にしても少なすぎるけど、うん、まあ、いいかなって感じで。なんか無理やり上げるのもちょっと、らしい。うん。要はなんか、YouTube の視聴率は 20% らしいもんね、うん。チャンネル登録者数の。はあ、はあはあ、だから、それが普通、はあはあ、標準って言われてて、センサーの場合1250×20% だと、250回ぐらいアベレージ取ってないと、ああ、取ってないといけない。標準以下の、うん、要は、うん、そういう視聴率が悪いチャンネルっていうか、うん、だから、チャンネルに対して。ね、いくつかチャンネルやってるよね。うん、まあ、今あんまりやってないけど、うん、登録者少ない時の方が再生数良かったりときもあったね、うん。うん。だから、要はパーセンテージが高いってことだよね。うん、その、登録者の視聴率がね。視聴者、視聴が、うん。そうすると、登録者以外に拡散してくれるから、うん、結果的に伸びるという、ことがあるんだよね。うん。うん、だからあんまり、その登録者もあんまり気にしてないで、俺も。うん、減っても、うん、まあいいか、ぐらいの感じで。あ、うん、あ、僕めちゃくちゃ気にしてるもんで、登録者数ね。うん。なんか気にしてくれとったんやか、うちの登録者。センサーのもすごいチェックしてるし、毎日。うん。で、赤松さんのも毎日チェックしてる。今やってる？なんだっけ？婚活のやつ？オス童貞婚活が、すごい今伸びてきて。あ、ほんと？え、今いく？306。ん？ 306 人。あ、306人か。うん。あ、まあでもなかなか3倍以上。1ヶ月で100人ぐらい伸ばして。でも、うん、前、100。そうそう。俺見てた時100人ってないぐらいなとこと言ってたけど。この2ヶ月か3ヶ月で200人ぐらい伸ばしてるんで。1ヶ月で100人ぐらい伸ばしてるもんで。あ、ほんと？ちょっと相当来てるもんで。ね、まあ、そういう風に、地道にやった方が絶対、将来的にいいよね。いや、まあ、釣り動画が多いんだけど。ん？いや、釣り動画が多いんだけど、まあ、堀さんがうまく編集してるから。ああ、堀さんの、うん、テクニックがあって。うん。と、赤松さんのすごいキャラ。うん。噛み合ってて。うん。で中身はなんか、なんていうか、普通からしたら、うん、普通っていうかね、その工夫してないように見えるんだけど、うん、まあ、僕は面白いなと思って、うん、そのクオリティが高い、テクニックだよね。うん、高いにわけじゃないんだけど、うん、とりあえず入り口開けてもらうっていう。なんか、僕はもう毎日、うん、まあ2倍速だけど、うん、2倍速で見てる時あるんだ、やっぱり。あ、基本僕2倍速が多いから。あ、だからさ、なんかさ、うん、14分の動画、これ、あ、そう、コメントね、早いなって。で、うん、7分後に帰ってきたことあったよね。あ、それ2倍速だから。2倍速で見たんだ。うん。あ、そっか。それだったら、なるほど。うん、ちょっとお違い変わっちゃうけど、それが面白いなと思ったんですよ。うん、14分、の動画を7分後に、ためになりましたって書いてて、お、見たんかいみたいな。どうやって見たんだみたいな。そうか。2倍速。うん、コメント、その喋り系は、うん、お喋り系は、基本2倍速。うん。うん、
ああ、そうかそうか。で、俺その機能がさ、あることをその当時知らなかったもんね。うん、あ僕も意外とそう、うん、最近知った感じで、うん、あの、1年前ぐらいに、うんうん。そうかそうか。うん、はい。だから、ちゃんと全部見てるし、赤松さんの、うんうん。それぐらい引き付けるっていうかね。やっぱり伸びてるし、それ、やっぱ引き付けるものがあるっていうか。うん、そうかそうか、うん。頑張ってるね。うん、だからそういう知り合いが、うん、ベテランがしかも、うん、今伸びてるっていうね、うん、のがあるから、うん、なんかちょっと勇気が湧いてくるっていうか、うん、ただなんか、うん、赤松さんと僕、ちょっと仲いいはずなんだけど、うん、なんか連絡してもあんまり帰ってこないから、うん、返事が。あ、もう、もう調子乗ってる。乗ってるわけないと思うけど。調子よ。乗ってるわけない。300ぐらいで、調子、300ぐらいでって言ったら、あの、すごい聞かれるというか、あの、ね。そういうわけじゃないけど。どう思いますか、ね、忙しいからだけど、絶対。赤松さんも忙しいから。まあまあ、私も、まあ、め、自分、まあ、なんていうの、こう、いろいろな要素があって、うん、とあの、収益化してるんで、うん、まあ、あれなんですけど、うん、はい。まあまあ。でも300はなかなか、でも300も取るのはなかなか難しい。難しい。本当に苦しいっていうか、うんうん、汗びっしょり毎日、うん。自力ではやっぱ、あ自力っていうあの、自力じゃないみたいに言う、ちょっと語弊があるみたいなだけど、うん、うん。一応自力なんだけど、うん、その、あの、うんま、私の収益化も。うんうんだってそうそう反則は使ってないわけだもんね。使ってないね。使ってないからだもんね。うん。反則は使ってないんで。ルール上だもんね。はい、ルール通り。ただまあ、うん、ちょっと被写体が、うん、まあ見に行った公園のやつがちょっとね、うん、あの伸びたって、あれなんで、うん。うん。そう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 。逆にでも解除されてないのがすごいなと思って。私が登録、うん、減ってないのが。維持できてるのが。あのね、分かった。あのね、うん、最初ね、うん、自分の動画を、っていうか、まあ、うん、要は、収益化して、うん、どん、収益化してからどんどん上げたの、動画を。うん、その時、最初はどんどん下がったの。うん、だけど、うん、持ち直したもんね、なんか。あのね、うん、要は、見なくなったわけ。もう、あの、多分おすすめされなくなったよね。その、登録してるけど、うん、あの見てない人がいるわけだよね。いやでもね、うんうん、それでもうざいなと思って解除されちゃうから普通は。それでも上がった瞬間に普通はね、うんうん、解除されちゃうから、よっぽど YouTube 見てないんじゃないと思っちゃう。その人が逆に言うと、YouTube すら見てない状態ってことになっちゃうんで、うん、それが付き合い、意外とその付き合い、僕もそういう人いっぱいおるから、うん、見ない人は。そうなんね。だからでも付き合いで解除できないじゃんと思って。うん、そういう、そこ俺は、よっぽどヒットしてなくて、うん、要は、その関連にも上がってこなくて、うん、解除されてないんだと思ってたんだけど。でもアップされたら絶対上がってくるもん。ああ、そうか。登録してるから。うん、ああ、見てる人は見てるのかもしれないですよね。ちょっと、まあ、なんていうの、うん、あの、時々ね。サムネは絶対目に入るもんね。で、一応、そういう、うん発信系を、うん、まあ、ちょこちょこ上げてたから、うん、なんていうかな、見てくれてる人がいるみたい。うん。うん、だたまに、だって先生100いってるもんね。うん。あ、すごいなと思って。たまにね。うん。でも、一応そこまで伸びるんだと思って。うんうんうん。そう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 。最近も調子いいじゃないですか。なかなかね、50とか、70とか。うん、50で調子いいっていうのはちょっと恥ずかしいけど。いや、僕はだってそうね、50いったら嬉しくなるぐらいって思う。そうだね。俺もそういう感覚になってきたね、今。うん、登録者数僕は10分の1だけど、センスさんの。うん。ああ、そっか、でも。センスはそこなに変わらないからね、変わらない。今も、そう、再生回数、今ライバルなんですよ。回数が。なるほど。うん。でもなんかその、なんていうかその、みんな見ると、登録者数がもうそもそも4人とか1人の人が多いもんで。そうだね。うん。うん、だから、
なんか一個バズってるのがあるんだけど、収益化されてない人とか今いるもんね。そう、いっぱいいっぱいいる。1000人以下の人も。うん、すごい。まあ、それが普通だから。うんうんうん、逆に1000人登録者数は本当にいないから。うんうんうん、見渡しても本当に知り合いでいないから。ああ、そう。まず。あの、アッパー&カットのお兄ちゃんが、この前、見たら、全然違うことやってて、お笑いと。気づかなかったの、最初。あの、卓球、卓球 YouTuber、ん？アンチ卓球 YouTuber って、なんだっけな。ちょっと忘れたけど、なんか、そういうタイトルで。卓球のなんか、解説をしてます。けど、ちょっと変化球というか、ね。要は、卓球の YouTuber っていうのもあんまりいないんだろうけど、それのアンチらしいから。アンチ？ん？アンチ？つまり、卓球の YouTuber っていうのもいるか知らないよ。いるんだろうけど、少なからず。それのまたアンチらしいんだって。要は普通の卓球 YouTuber じゃないよみたいな、卓球解説じゃないよということなんでしょうね、多分。うん。狭いところのまた狭いところに、攻めてるみたいな。あ、でも本当にいい人だったもんな、あの人。でも、芸風がちょっとものが、なんかね。そうだね。ちょっとあの、こう、ダークというか暗い。暗いんだよね。あ、そう、暗かった。やつをやって。そういう芸風だったじゃないですか、ちょっと。そう、暗かった。あの、ナイーブな感じのボケみたいな。そうそうそう。だから、ちょっと繋がってる部分もある。卓球部の人はちょっとね、あの、日陰のイメージがちょっとあるんで。なんかイケメンですごい、とにかく。そうだね。イケメンで。でも売れると思ったんだよね。暗くて、しかも。うん。優しいんで、意外と。うん。クールだけど。関東、東京に行ったらよかったのような気もするんだけどな。すげえ、なんか、いい感じだったんだよな。すごい優しくて。だから、イケメンだけど、全然なんか、悪いイメージなかったもん。本当に。一回ご飯ね、食べたことある。一回だけ。あの、弟の方も。一回し。そうか。いや、売れると思ったんだけどな、俺は。なんかね、アイドル性もあったし、なんか。そう。まあ、でも、ああいう人の方がちょっと壁にぶつかるかもしれないけどね。だから、意外と我々の方が何か続けてしまう。まあ、続けてるうちに入らないかもしれないけど、あの、面白かったけど、辞めちゃう人って結構いるからね。かなり、結構多いもんね。辞めちゃうよね、みんな。レギュラーに上がっても持ちこたえられなくなって、辞めるとか、ね、所属に上がっちゃって、早めに。こんなに積極的に YouTube やってる人いないもんね。あ、俺ら。僕とセンさん以外はそこ、こんなにやってないんじゃないかな。いや、なんて言うんだろう。気づかれてるのかな、YouTube やってること。っていうか逆に。積極的にやってることを知らせてるのかな。知らないかもしれないけど、その、こんなにどんどんアップしてる人間自体がいないというか。ああ、そっか。みんなアップしてないのかな、してない、してない。なんかあまり見てないんで、あれなんだけど。YouTuber 業界見ても。ああ、そう。一般的に見ても、毎日っていないから、あんまり。そうだ、俺も一日、平均一日一本以上上げてるからな。まあ一月ちょっと上げてない時あったけど。毎日上げる人がまずいないからね。まずそんなに。何人かおるけど、多分10人に1人ぐらいしかいないから。ああ、そうか。なるほど。こんだけ上げても、ねえ、汗びっしょりやっても全然だもんな、と思って、なんか。